洗脳が解けた反動で記憶が混濁している。あまり無理はしない方がいい。大丈夫、みんなにはいろいろと話さなきゃいけないことがたくさんあるもの。まずはみんな本当にごめんなさい。魔物たちに操られていたとはいえ、みんなに攻撃を仕掛けるなんて、私やだな、そんなことで謝らないでよ。あれはエリスが悪いわけじゃないんだし、僕たちだって無事だったんだから。憎むべきはエリスの心を奪い、私たちと同士討ちにさせようとした卑劣な魔物たち。あなたに罪はない。あなたは、こちらはレナードさん、私たちの新しいマスターです。ということは私の新しいマスターでもあるわけね。よろしく、レナード。そうね、まずは500年前、私がベリアルに捕まり、洗脳されたすぐ後にベリアルが精霊たちによって打ち倒されたと聞いたわ。そうだよ、あの時はエリスの仇を取るためにみんな必死でベリアルをやっつけたんだ。それからの500年間、魔物たちはずっと魔界に閉じこもり、人間や精霊たちへの復讐の機会を伺っていたの。そしてあんたたちも知っての通り、ポータルがまた開かれた、蘇った、ベリアルによってね。そんな、一度倒した魔物が蘇るなんて一体どうやって。魔界に悪魔使いと名乗る人間が現れたの。私も一度しか会ったことがないから詳しくは知らないんだけど、その人間がベリアルを蘇らせ、彼にリターニアを滅ぼすため手を組まないかと持ちかけたそうよ。つまりポータルが発生した全ての元凶はその人間によるものだったと。死んだ悪魔を蘇らせる、そんな高度な秘術を人間が使えるとは思いもしなかった。なるほどな、なんとも恐ろしい話じゃ。そんな、まさか人間が関与していたなんて。この人たちは、あの、レナードさん、仮にも我が国の女王陛下なのですから、もう少しまともな紹介を。私のその遠慮のない態度、わらわは非常に気に入っておるぞ。まあ、わらわの性癖を改めるつもりはないのにな。しかし、その悪魔使いとやらが何者なのかはわからぬが、人間である以上、この国に潜伏している可能性が高いかもしれぬの。身長は大体私と同じぐらいだったかしらね。なるほど、では情報部に通達して、王国内にそのような不審人物がいないか情報を集めておきますね。わらわの顔に何かついておるかの。多分違いね。ううん、なんでもない。ただ500年前のリターニアの女王様よりも今の女王様の方が随分と若いなって思っただけよ。先代の国王であるわらわの父上が数年前に病で行ってしまったからね。それで急遽わらわが女王として即位することになったのじゃ。おそらくシルビア女王陛下が歴代の女王陛下の中でも女王に即位されたお方ではないかと思われる。
女王などという面倒くさい役目を担うこともなかったんだがな。もういっそレナードがわらわと結婚して国王にでもなってくれんかな。そうすればわらわも少しは楽ができるはずじゃ。わらわは少女じゃが日々蓄え続けているエロ知識のおかげでよとぎには自信があるぞ。とこ上手な少女など結婚相手としては最高である。陛下、お願いですからたとえ冗談でもそのような発言はおやめください。レナードよ、わらわはいつでも待っておるぞ。うむ、引き続きよろしく頼んだぞ。では私たちは引き続き探索を進めていきましょう。私も手伝うわ。私のことを好き勝手に操ったベリアルを一発ぐらいぶん殴ってやらないと気が済まないもの。お兄ちゃん、エリスちゃんの攻撃魔法ってすごいんだよ。そうね、私はメリッサは攻撃魔法を扱うことはできないから、あなたがいてくれると心強い。あんたたちよくわかってるじゃない。そんなわけで私もついていくからよろしくね。Thank you.